昨日お届けをいたしました下剛の生配信10回目、別に下の強くないラジオですけれども、途中でですね、インターネット環境の、影響を受けましてですね、何回か止まってしまったりとか、チャットが途中で止まったりしてしまって、皆様のコメントに、お返事をすることができなかったりとか、とても中途半端な形で生配信をしてしまいました。申し訳ありません。そのすぐ生配信中にお詫びができればよかったんですけれども、動画がもう完全にフリーズをしてしまいましてですね、僕の方でもどうにも対応ができない状態でございました。僕が見れてないチャットの部分をですね、途中で支援の方からご連絡を受けて教えていただいたんですけれども、たくさんコメントの方を言っていただいた、コメントの方を言っていただいてましてですね、それを僕の方でちょっと読み上げたりとかですね、コメントに対してのご返事ができなかったというところがすごく申し訳ない気持ちでいっぱいです。アプリ等でですね、ネットのつながり状況とかをチェックさせていただきながらですね、もう本当に視聴してくださってる皆様が、不快な気持ちにならないように心がけていきたいと思いますので、今後気をつけてまたやっていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。冒頭部分でですね、この誤りの動画を入れさせていただきましてですね、メインの動画をアップしようと思ったんですけれども、それではですね、動画の撮影をさせていただいたお店にも失礼ですし、何よりも視聴者さんの皆様にですね、しっかりとした動画をお届けしたいというところでですね、別でお詫びの動画を撮らせていただきました。本当ですね、今回は生配信を通して視聴者さんの皆様にですね、不快な思いをさせてしまいました。本当に申し訳ありませんでした。普段通りの動画を楽しみにしてくださってた皆さん、この後、そちらの動画を上げますので、そちらの方もよろしくお願いします。またね、元気に動画配信、生配信もしていこうと思ってますので、どうぞ下剛の方よろしくお願いいたします。この度は本当に申し訳ありませんでした。